まずは解説者をご紹介いたしましょう。山井博史プロと佐々木久人プロです。お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。東パイのスタートです。さあ始まりました。トン一曲、ちいちゃは中田、なんちゃにうごたに、しゃーちゃにわくつ、へーちゃにあきと。さあまずはこの4人で戦いが、そうですね、1回戦目、はい、合計8人で戦う。そうですね、8人のリーグ戦形式ですね。さあドラは両ピンです。さあ親の中田の手配がこちら。さあ何から切り出していく。イーソーからいきましたね。単品系狙いですね。はい、さあ、魚谷がちょっとマンズが多い形か。多い形ですね。いいですね。初から行きました。はい、さあ、そして、あっ、ちょっとパック重なって、チュンと。満杯2つといつですね。さあ、どこから仕掛けてくんでしょうかね。うん、さあ、何はつもぎり。ああいう手配は結構タイプによりますよね。はい、久人プロなんかだと、まあ、1枚目からね、仕掛けていったりすると思いますけどね。積極的に仕掛けてって。マーキープロだともう少し形まとまってからと言って、おっと、こうなるとどうですか。まあ仕掛けていくでしょうね。ただ赤があるんで本一行くかどうかっていうのはちょっと難しいところですよね。いいピン残しましたからね。うん、さあこのトンはどうする。これどうだ、泣きましたね。あ、動きました。さあこれで何を切っていくのか。さあ、あ、いいピンを切った。一応本一も見てるんですけど、観浪馬がスッと入ればそのまま三球の天杯を取るということでしょうね。おっと、いい3品引いてきましたね。さあドラメンツができた。さあ3番重なってパーピン。さあスーソーは角切り。マキプロが1泣きということなんで、周りはねやはりこうちょっと警戒、ね、警戒はしてますよね。2枚目のファンパーあたりはねちょっと怖いところでありますよね。さあここでちゃんと三色を、おっと三ワンが、かなり形のいい射程になりましたね。さあどうだ、パーソーはつもぎり。さあシャもつもぎり。白とチューンは誰も持ってない。持ってないですね。持ってないですね。魚谷がこの三ワン厳しいですね。これ三枚ですね。はい。さあどうだ、おっとこれでペー切ってね、とりあえずは、ね、でピンズ横伸びだとあのウーアンチーワンって外せないで、赤でも外していきそうですよね。おっと、重いんじゃないですか。いいですね、いいじゃんって狙い通りです。これでさあリーチですかね。さあリーチに行った町はスーチーソーパーワン。さあこれを受けてどうする。ウーピン現物ですね。来ましたね。中田は仕掛けず、単葉もありましたけどね。あ、そうですね、赤だからね。さあスーワン、スーチーソーパー、おっとこのパーワンはどうしますか、ね、すか。とりあえずパーソーからいった、うん、さあ3層思い切り、ザイワン、大谷はね、チュンどうする。おっと仕掛けませんでしたね。さあこの2枚目のチュンがどうする。9万が現物なんですよね。赤打てるかどうするです、ね、パーワン、同時になりましたね。そうですね、うん、今のところリーチ単位とドライチが裏が乗ったんで、ハネマンですかね。1万2000点の上がり。まっすぐ行って馬打ってればまあまあ、うん、そうですね。さすがに赤ウーアンはね打ちづらいです。そうですね、点数的に言っても観覧番で受けるって言ってあの5200ありましたけど、うん、6球にした時にはね9万だとまあチャンスだね、39ね、うん、まあ、あともう一回変化みたいですね、数万引きとか、うん、まあ、ウーマンそのまま引いたりとかね。さあと2局、親はウォッタニ、ドラはローワン。さあ、ウォタニが、おっと、おっと、ウーワンがアンコ、ドラヒョウがアンコですね。いいですね。さあ、何から9番、やっぱり何か急走。さあ、おっと、ドラドラ、おっと、リュウハもアンコ。さあ、この悪くはない一面つけて、さあ、白からいった。そうですよね。そうですね。うん、ポーズの本質を見ていく。告知も見ましたね、キューピン残してはワクツはね、ウッパーワンきつくなりましたからね。そうですね、もう上ないですもんね、実際、はい、
どうしていくのか、うん、縦に伸びるかもしれないですね。そっちの方がありがたいですね、うん、おっと、これで想像引いてますね。お、いいとこ引いてきますね。いいピン残してるのは 1,2,3、 さあローピンはつもぎり、バクツはドラぐらいはポンしそうですけどね。あとは動かない方がいいですよね、いい上がりした後ですからね。キューピーは今ね1枚いけましたけど、うん、さあどこか、おっと、おこれ、さあここで、おお、3色見ましたね。見ましたね。おっと、マカウソとかもあるからチートイの難しい選択でしたけどね、大谷の、はい、ただローソー先打ちしとくとペンサンスとね、待ちになった時にね、だからイーソー引きがすごくありがたいですね。さあテンポ取らず、おお、親です、これだけに ね、ここも赤ウピン入ってるから即リーチ打つ人もいるかもしれませんね。オットナンがあんこになった。シャーはつもぎり、おお、こうなるとフリーテンリーチのサブローピン、さっきまた久里プロだったらどうですか。僕は多分カンプでリーチリーチで一発つもで赤、で周りがふざけんなと。はい、よく見ますよね、しかもなぜか赤ウッピンの方つもで黒ではなくてやってらんねやと思いますよね。さあこのリーチを受けてワクツは行きたいとこですもんね。ワクツは勝負すると、はい、あのトン一局やはりねいい上がりをしたんで、うん、まあここは攻め時、しかも手もかなりいいですから、いいですからね、はい、どこまでと、とりあえず中田と秋はちょっと苦しいでしょうね。そうですね、うん、さあなんだ、ローピンがまだでもありますね。3ピン1枚とローピン2枚ですね、山には残ってますね。誰が引いてくるのか、そのサブローピン1枚か、ローピン1枚、ドラを引いてきた、1枚ずつですね。この方もいい勝手ですね。その勝敗の難、この辺がね、あの、うん、赤アリマージャンの難しいところというか、そうですね、単純に考えても赤引けば満貫でしょみたいな人はね、即リーチ。さあこれどうする、キューピンゲームですね、うん、パワーが本当にもう苦しい、本当に苦しいですね。ローワンももうなくなりましたもんね、なくなりましたね。なるとそのちょっと苦しく、おっと、おーおーおー、なんこれおかげあるか、取らなかった、取らず、トンがやはり嫌だということですかね。うん、うん、まあ、初戦なんでちょっと慎重です ね、 ですね、まあ、1局目の秋にしろ、うん、中田にしろちょっと慎重に打ってますね。一通になればってことですか、うん、っていうところなんですかね、まあ赤ドラ1ですからね、あこれ 1,2,3 あったか、狙ってたましたね。おっと、発感しましたね、攻めるじゃないですね、ないんですね、攻める気ですねこれ。まあ安牌の飛車抱えて感しましたから ね、これ大谷怖いですよね、自分が振り手に1ってのもあるけどやっぱりそこに向かって安感ですからね。ああ入ってればか、トンタンキーで2ピン打てるかですね。そうですね、いやー上がり逃してるだけにトンがいった。とりあえず漫画あります、漫画ありますね、漫画ありますね。さあこれでこの2ピンがどこから下手すら出るのか、まあ、トンも強いですからね、うん、そうですよね、ウーピン取ったから2ピン打つんじゃないですか、今度2ピンですかね。そうですね、そうすると山にピンは1枚、まだ1枚ありますね、ですね。マクツもなかなかテンパイしないですね、しないですね。サブローピンまだありますけどね。そうですね、さあ9番、9番がもうない。さあどうなる、決着はつくのか、うん、テンパイしない。さあなんだ、何を切る、ウーピン、さあどうだ、1ピンまだいるぞ、おっと飛んだったら
まあ、そもそも勘違いでリーチ言ってる人も多いと思うんですよ、ね、赤ドラの手ですからね、うん、さあまだあるシャンピンはあと1枚ですね。ローピンも1枚です。あ、ローピン1枚ですかね。ローピン1枚、はい、でイーピンもまだ、イーピンも1枚ありますね。さあイースチーソーになったわ。イーソー現物だからもうイーソーかもしれないな、うん、もうチーソーした。チーソー行きましたね。ここで G1 のボンが入って、ここでローソーで転売、うん、スーソーもローもないんですかね。そうですね、チーソーはまあ今の和屈のローソー手出しでちょっとチーソーが怖くなったか。うん、そうですね。さあ何を切り、そう打たないと思いますけど、切りやすそうなのか。うそ、うん、さあどうだ。いやー、いいっす、チーソー